リチャード3世は、ヨーク朝最後のイングランド王。バラ戦争の最後を飾る王である。エドワード3世の彦である、ヨーク公リチャード・プランタジネットとセシリー・ネビルの八世で、エドワード4世とラトランド博へドムンド、クラレンス公ジョージの弟。即位前は、グロスター公に除されていた。五国教でもあった。戦死した最後のイングランド王であるが、 他に戦死した王は1066年にヘースティングズの戦いで敗死したハロルド二世と1199年にヤキズが元で死亡したリチャード一世がいるのみである。1484年1月に王直属の機関としてモンショインを創設したことでも知られる。旗印は白いイノシシ、名はロイヤルとメライで、意味は古フランス語で中誠が我を縛る。 幼くして、父を失ったリチャードは、兄、エドワードや母方のいとこにあたる実力者ウォリックク、リチャード・ネビルの庇護を受けて成長した。ウォリッククの下で少年期を過ごし、騎士としての修行を積み、1461年に、兄がエドワード四世として、イングランド王に即位すると、グロスター公にジョイされた。政権内の争いから、1470年に、 エドワード4世がランカスター派に寝返った、ウォリック博によって追放された時、ウォリック博の誘いを拒否して一貫してエドワード4世に忠誠を誓い、翌1471年の兄王の福井に貢献した。1472年、ヘンリー6世の軽子エドワード・オブ・ウェストミンスターの、家父であったウォリック博の娘アン・ネビルと結婚した。アンの姉、ね、イザベル・ネビルの家父であった、 リチャードの兄クラレンスコー・ジョージが1478年に処刑されると、リチャードは広大なウォーリック・伯領を独占相続して、名実ともに実力者としての地位を確立した。その後、王妃エリザベス・ウッドビル一族が政権内で勢力を伸ばすと、これと対立するようになる。1483年にエドワード4世が病死するとその息子である。 エドワード5世の殺傷に就任。まもなく、リバー・アッツ・ハク・アンソニー・ウッドビルラの王妃一派を捕らえて、粛清し、協力者のヘースティングス男爵、ウィリアム・ヘースティングスも処刑。さらに、エドワード5世とその弟リチャード・オブ・シュルーズベリーを、ロンドン島に遊兵した。二人はそのまま、消息不明になり、殺されたとみられる。三ヶ月後の同年6月26日。 エドワード5世の正当性を否定した議会に推挙されてイングランドをリチャード3世として即位した。同年、支持者の一人、ジョン・ハワードにノーフォーク行為を与える。1483年10月、リチャード3世政権の樹立に貢献のあったバッキンガム公ヘンリー・スタッフォードが反乱を起こすとこれを鎮圧したが、反乱の噂は絶えず、政情は不安定のままに置かれた。 1484年4月には一人息子のエドワード・オブ・ミドルハムが溶接し、1485年3月には王妃ーーアン・レビルも病死する。唯一の子供であったエドワードの死後、リチャード三世は一時、自身と王妃の老いである、クラレンス公の幼い児をオリック・ハク・エドワードを、王位継承者に指名したが、王妃の死後に、それを取り消し、代わって別の老いである、 リンカーン博ジョン・ド・ラポールを王位継承者に指名した。1485年8月、ランカスター派のリッチモンド博ヘンリー・チューダーがフランスから侵入し、ボズワースの戦いで国王自ら軍を率いて決戦する。この戦いでリチャード三世は味方の裏切りに遭い、自ら斧を振るって奮戦したが戦死した。遺体は当時の習慣に従って丸裸にされ、 さらされた。2015年まで、リチャード3世の墓とされたレスター大聖堂のリチャード3世の母妃。1485年8月22日に、ボズワースにて殺害された、イングランドの王、リチャード3世と刻まれている。発掘された、リチャード3世の遺骨リチャード3世は、ウィリアム・シェークスピアによって、ヨーク朝の後継王朝であるチューダー朝の仇役として、 機体の漢物に描かれ、その人物像が後世に広く伝わった。一方で、リチャード3世の悪名は、チューダー朝によって着せられたものであるとして、汚名をすすぎ、名誉回復を図ろうとする、リカーディアンと呼ばれる、歴史愛好家たちもおり、欧米には彼らの交流団体も存在する。リチャード3世を兄思いで追い殺しなどしない、正義感の強い人物として描く。 ベストセラー小説も、ジョセフィン・テイ、ジの娘をはじめとして数多くある。1980年代以降には、以下のような作品がある。ただし、デビッド・スターキーのように著名な歴史家が、追い殺しのあの悪人と書くなど、評価は未まだ分かれている。2002年、BBC が発表した、100名の最も偉大な、英国人では82位に選出された。 2015年に改装されたリチャード三世の墓。ヨーク家の紋章とリチャード三世の名、中世が我を縛るのモットーが刻まれている。また白いイノシシの上りが飾られている。2012年9月5日、古い時代の遺骨が記録された埋葬場所と一致するレスター市中心部の駐車場の地下から発見された。この発見に530年ぶりに駐車場の下から、 悪名高い王の遺体が見つかると大きく報じられた。遺骨は頭蓋骨に戦闘で受けたと見られる複数の傷があり、また脊柱に強い脊椎側、腕章が確認され、従来悪評を補強するための偏見とも考えられていたリチャード三世紀の背ムが事実であった可能性が高いことを示した。遺骨発見に大きく貢献した歴史家のジョン・ッシュ・ダウンヒル博士によって探し出された。 リチャード3世紀の姉アン・オブ・ヨークの女系子孫のミトコンドリア DNA 鑑定をレスター大学が行い2013年2月に遺骨をリチャード3世紀のものと断定したまた同チームは遺骨から DNA を採取しゲノム解析の上髪や瞳の色などの容子の特定並びに健康状態の調査をする方針を2014年9月に発表している その後、遺骨を法医学的に分析し、ボズワースの戦いでは11箇所の傷を負っていたことが明らかになった。そのうち9箇所は兜によって防護されていなかった頭部にあり、頭蓋骨には、ノコギリのような武器で削いだ傷や、骨を貫き脳にまで達した刺し傷もあった。致命傷になったと見られる2箇所の傷は、脳内に数センチメートルから10センチメートル程度入り込む。 頭蓋骨への刺し傷であり、この傷によって一瞬にして意識を失い、その後心配が停止したと考えられる。リチャード3世の Y 染色体 DNA が、曽祖,祖父の兄である、ジョン・オブ・ゴーンとから続く同系系の男系の5人の子孫が共通に持つ Y 染色体 DNA と一致しなかったことから、ある時点で5人の共通祖先あるいは、リチャード3世の祖先には、 公式の家系図に書かれていない父親を持つ男子がいたことが判明した。その結果、ランカスター朝のヘンリー4世、ヘンリー5世、ヘンリー6世とヘンリー7世から始まり、ヘンリーパス世とその3人の子に至るまでのチューダー朝全体に着室に関する疑念が生まれている。これはさらにヘンリー7世の着室子孫である後継のスチュアート、朝、 並びに21世紀初頭の時点でイギリス君主の座にあるウィンザーサの正当性に疑いがあることを意味している。その他、リチャード3世が96%の確率で青い、目の77%の確率で金髪の持ち主だったとの結果が出ている。2015年3月26日、調査が終了した遺骨はレスター大聖堂に再埋葬された。遺体は、 コーンウォール3の奈良の木の棺に収められ、霊柩馬車に引かれ、ヨーク家の象徴である白いバラを持つ市民たちが見守る、中、レスター市内を回り、レスター大聖堂に国王の霊を持って改装された。その際、カンタベリー大主教、ジャスティン・ウェルビー、ウェセックス伯爵夫人、ソフィー、グロスター公爵、リチャード王子、同公爵夫人バージットが臨席し、警官詩人、 キャロル・アン・デュフィーによる詩が、俳優のベネディクト・カンバー・バッチの朗読によって、捧げられ、リオネル・パーによる、詩編をもとに作曲した音楽が演奏された。また女王エリザベス2世から、直筆の手紙が送られた。とは共に、イングランド王エドワード3世と、王妃フィリッパ・オブ・エノオの子、は、カスティーリ王ペドロ1世の娘、姉コンスタンスはの2番目の妻、 ランカスター家の祖で、生涯に三度結婚。ヘンリー四世は、最初の妻ブランシオブランカスターとの子。ありがとうございます。